らっしゃい。大将、任天堂スイッチがまだ手に入らないよ。心の任天堂スイッチで遊びなさい。心だよ、キョコロ。中谷不信のオールナイトニッポンモバイル。中谷不信です。第76回目が始まりました。心だよキョコロということで、これもフィトシさんが、あ、フィトシさんなんですね。やっぱ疲れてるんですね、フィトシさんね。多分心が疲れてるんですフィトシさん。はい、まあ、そんなことは置いておきましょう。大阪府松原市出身22歳、歌を作り歌い役者もやっておりますが、任天堂スイッチは持っておりません。はい、持ってないですね。うん、あれ面白いんですか。じゃあ評価すごいいいんだ、面白いんだ。うん、めっちゃ売れてる。僕ね、や、一人暮らし出してからね、ゲームしなくなったんですよね。なんかまず歌を作ってることもやっぱ多いですし、家にいる時なんか一人でね、例えばウィーニングイレブンとかやってるとやっぱ悲しすぎるんで、ずっとね。なんかやっぱこうストーリー性のあるゲームの方が一人暮らしとかだ、一人だとねいいかなと思うんですけれども、それしててなんか、あ、こう時間を無駄にしてるってなんか思ったりするんで、ちょっと大人になったんでしょうね。だからね、僕ね、だからその代わりゲーム実況というものを見るんですよ、僕は。あの YouTube でね。で、まあ、ゲーム実況というものはこうね、例えばその任天堂スイッチでもいいですけど、任天堂スイッチのそのソフトのね、そのゲームをしながらですよ、自分が喋ってその音声を取って、こういろいろこう流していくという感じなんですね。だからちょっとゲームしながらラジオしてるみたいなね。映像はゲームの映像なんですけれども、そのプレイヤーの声が聞こえるという形が、まあ、ゲーム実況という形なんですけれども、それを見てるのがね、なんか楽しいんですよね。僕が知らないゲームでもね。で、やっぱおしゃべりが達者な方がやっぱ多いんで、ゲーム実況されてる方なんかすごいね、僕もゲームしてる気持ちにもちょっとなったりするし、なんかね楽しいんですよ。僕好きなんですよ。なんかだからそれを流しながら寝たりしてリラックスできてるんでしょうね、それを流したら。なんかそう好きですね。なぜ好きかちょっとよくわかんないけど。でも前もね、このラジオでおとじゃさんっていうゲーム実況の方がいるんですけど、その人について喋ったりして、そのまあ今でもやっぱ見ますね、おとじゃさんはね。おとじゃさん、うん、すごい見る。でもすっごい人気なんですよ。チャンネル登録者が100万人ぐらいいる。今180万人ぐらいだったかな。すごくないですか。変な話、良くも悪くも取れますけど、ゲームをしてるだけなんですよ。だからやっぱいろいろ考えてらっしゃるとは思うんですけど、多分自分の好きなことを仕事にしてるの究極バージョンだと思いますね、僕はね。うん、でも才能があってすごいですよ。やっぱ聞いてると面白いし、あ、僕がやりたいなって、あ、なりますけどね、なりますけど、それをやるためには今からいろんな機材も揃えなきゃいけないし、それこそゲームのテクニックというものを、多分ね、ゲーマーと呼ばれる人は多分なんかやっぱあるんですよ。多分僕がテニス得意なようにゲーム得意ってやっぱあると思うから、やっぱそういう技術を磨かないといけないなと思うんで、まあもしね、もし僕がめちゃめちゃ暇を持て余してたらやろうかなと思います。はい、まあそんな暇だからやってるわけじゃないと思いますけどね、皆さんも。でもすごいやりたい気持ちもちょっとありますよ。はい、さあ今回の企画はそれいけ有心です。番組から出されたミッションをクリアするために僕が必死こいて汗をかく企画です。これまでに10曲のオリジナルソングを作りました。はい、だから今回11曲目ね。父の日、パパの歌、クリスマスソング、クリスマスの夜は、エトソング、あの頃のまま、バレンタインソング、ビター&スイート、卒業ソング、空っぽ、ゴールデンウィーク、サンセットメロディー、メイッコソング、あーもう長いな、メイッコソング、愛、雨ソング、君がいなくなった部屋、
花火ソング2人の世界、夏ソングプレイボーイということでね、そして11曲目今回のミッションはこちらでした。月をテーマにオリジナルソングを作れでした。てか昨日満月でしたよね。今日かでも満月に近いですよ多分。すっごい丸かった意味、はい、だからこの収録してる時は結構ぴったしな感じなんですけれども、テーマはですね、そんな難しくなかったですけど、結構ね急ピッチで作りましたね。今月やることがすごい結構多くて、短いスパンで作りました。で曲調は結構ね、なんかふんわりする感じの、こうちょっとなんかボサノバ感で作ろうと思って、で歌詞はちょっと切ない感じの歌詞を作ろうかなってぼやっと思ってて、だからちょっとふんわりちょっと明るめに悲しいこと言ったら余計それが切なく感じたりすることもあるので、ちょっとそういうことを狙って作りました。で創作エピソードという感じはものは、たまたま僕が帰り道を歩いてた時に、まあ、月を見たんですよ。で僕の知識の上だと満月、新月、半月、三日月っていう月しか知らなかったんですね。でその時僕が見た月はこのね半月のちょっと膨らんだやつで、この月はなんて言うんだろうって思って、何やったっけな、カレーパンみたいやなってお腹空いてて思って、あこれにしようって思って、今回はねさっき言っちゃうけどタイトルは、カレーパンみたいな月という曲を作りました。ちょっと可愛い題名どうかな、僕の知識がないがゆえにできた曲なんですけれども、はい、まあそのカレーパンみたいな月と都会に上京してきた、まあ僕のことを歌ってるわけじゃないですけれども、一人暮らしのしている状況したてのほやほやの人とか聞いてほしいかな。ちょっとなんか東京で一人の気分になったりした時に聞いてもらえるとありがたいですね。月と友達になろうって大雑把に言えば感じの歌です。はい、ぜひ聞いてください。カレーパンみたいな月。君はいつも一人なのかい、今日の君はカレーパンみたいだね、どうかしたの昨日より、少し元気ないみたいだけど、僕でよければ友達にならないか、重いカバン背負って歩いて、一人のみの場でいつも酔って、人でありふれたこの街で僕も一人きりなんだ、僕ら一緒にいようよ、変わらずこの距離感で、帰り道に君がいれば僕は上を向いて歩いて帰るから、僕ら一緒に呼ぼうよ、変わらずこの距離感で、帰り道に君がいれば僕は上を向いて歩いて帰るから、いかがだったでしょうか。はい、カレーパンみたいな月という曲聞いていただきましたけれども、僕はですけれども過去この番組にで何回も言ったことがあるんですけど、結構星とか月を見るのが好きで、なんかねちょっと安堵感というか ほってするんですよ。なんかこう暗闇の中光ってる星とか月を見ると、だからそのほから、あこれこの気持ちちょっと曲にしようかなとか、いろいろこう組み合わせて
した曲です。はい、月はこうね離れずどっか行かず、まあいつ夜はですけれども空を見ればいるよということで、まあ新月もあるけどね、新月もあるけど新月は暗いだけでそこに月はいるからっていうイメージとかもありつつ、なんかそういういろんな気持ちがあって作った曲です。はい、そして次のミッション、歌ですか、歌でしょうか、またあるんですけれども開けますね。ハロウィーンって見えたからハロウィーンをテーマに曲を作れかなちゃんと開きますね。はい、ハロウィンソングを作れということで、はい、ハロウィンソング前も作っ、前はまだ作ってないんだ。あ、バレンタインソングだ。うん、なんかハロウィンソング難しそうだけどね。うん、月より難しそうなイメージ今のところはね。はい、でもなんかこう感じて、近づいてくればなんか感じるものもあると思うので、それで作りたいなと思います。はい、以上それいけゆうしんでした。中谷ゆうしんのオールナイトニッポンモバイル。第76回目も終わりの時間でございます。はい、どうでしたか皆さん、カレーパンみたいな月、ちょっとね、まあ切ない系の歌詞で、ボサノバというかちょっとリラックスできるようなね、リズムのあるギターで、作りましたけれども、いかがでしたでしょうか。11曲目だからね、もうね、なんかこの11曲の中に皆さんがこう好きという曲がいろいろなんか何曲かあれば嬉しいなね。うん、僕はあの全部愛しい曲ですけれども作ってるのが僕なんで、なんか皆さんに気に入ってもらえるのが何曲かあればいいなと思います。そして来週のね、来週ちゃうわ、今度のあのハロウィンのやつも頑張ろうかなと思います。そしてお知らせがございます。10月24日、そして11月20日、この2回ですね、同じく下北沢のラグーナというね、ライブハウスでライブがありますので、ぜひぜひ来てほしいなと思います。はい、すごくなんかお客さんとの距離が近くて僕すごい好きな箱というかライブハウスなんで、ぜひ来てほしいなと思います。そして12月22日下北沢、440 19時半スタートで、僕のアコースティックワンマンライブがございます。ぜひこれも来てほしいなと思います。あの同じく下北沢なんですけれども近いのでね、ラグーナと、ラグーナに来れる人は全然距離感的には全然変わんないので、まあ来れる人はぜひ来てほしいね。久々のワンマンだし、うん、頑張りますのでぜひ足を運んでください。そして、同じく12月にハイドビハインドという映画が公開されます。僕メインメンバーとして、出させていただいておりますので、6人組の窃盗集団ハイドというのが主な、なんていうんですか、その6人の窃盗集団ハイドというものがすごい、6人とも主役っていうのはやっぱ違うけど、すごいメインなんでね、その中の僕一人なんで、結構出てますんで、よかったら見てほしいなと思います。そして、公式モバイルファンクラブがあります。アイシングユーシングホームページをチェックしてみてください。そして番組にメッセージをください。受付メールアドレスはユーシンアットマークオールナイトニッポンドットコム、ユーシンアットマークオールナイトニッポンドットコム。たくさんのメッセージをお待ちしております。来週はゲストが来てくれます。はい、僕も出演させていただいた12月22日に公開される映画ハイドビハインド、さっき言ったやつです。その主演を務めた俳優南翔太さんです。はい、映画の話はもちろん男同士ということでいろんな話をしていこうかなと思いますいろんな話をねしていきます。はい、お楽しみに。この番組は毎週水曜日に更新されます。次回もぜひ聞いてください。よろしくお願いします。中谷ゆうしんでした。バイバイ。ビルの風吹き降ろ
殺す街から」